50号へ出る道のようです。通過する国道1号に対し、駿河湾、遠州灘を沿うように大きく南に迂回する経路を取る。遠州灘は静岡県の御前崎から愛知県の岩込岬に至る太平洋の海域。次の信号は左行くと焼津魚センターです。駿河湾は伊豆半島先端にある硫黄崎と御前崎を結ぶ線より北側の海域。海岸は全て静岡県に属し、両政国としては西岸と北岸は駿河国、東岸は伊豆国である。最深部は水深 2500m に達し、日本で最も深い湾である。駿河湾は湾口幅が 56km、 奥行きが約 60km あり、表面積は約2300平方km。 約60万年前にフィリピン海プレートに乗った火山島であった伊豆半島が本州に衝突して駿河湾ができた。次の信号左行くとバイパス、奥行きバイパスですね。こちら方面行きます。右へ行くと焼津駅方面です。そうでした、左へ行くと透明の焼津インターがあります。
湯葉輸送と貨物輸送の両方に役立ちます。アレクサ、日本坂トンネルについて。こんな説明が見つかりました。日本坂トンネルでは以下のトンネルについて解説する。いずれも静岡県静岡市、駿河区と焼津市にまたがり、花岳山山頂から西に伸びる尾根を降りた安定にある日本坂峠の下ではなく、花岳山の下を通っている。タマリアのミル工場があります。わさび漬けを作るところが見れる工場だと思います。私は行ったことがないのでありませんが、わさび漬けは刻んだわさびの葉や茎、根を酒粕に漬けた食品。
粕漬けの一種で、趣向やご飯のおかず、かまぼこ等につける薬味とされる。見えてます。インターチェンジの方